メアリー・キャサリン・ベートソンは、アメリカ合衆国の著作家、文化人類学者。ベートソンは、マーガレット・ミードとグレゴリー・ベートソンの間の娘で、あり、ブレアリー校の卒業生である。ベートソンは、専門分野における数多くのモノグラフによって、特筆すべき著者となっている。彼女の著作の中には、娘の目から、マーガレット・ミードとグレゴリー・ベートソンの指摘メモはある、という、 有名な両親のもとで育てられた経験の改装期もある。彼女はハーバード大学、アマースト大学、ジョージ・メイソン大学などで教鞭を取った。ベートソンは国際リーダーシップフォーラムのフェローであり、2010年までニューヨークのインスティチュート・フォー・インターカルチュラル・スタディーズの代表を務めていた。1960年以来、彼女は バブソン大学の経営学教授バーキスカ・サージャンと結婚している。二人の間の娘、セバンヌマーガレットは、セバンヌマーティンという芸名で女優となっており、彼女を通して、ベートソンには、二人の孫がいる。ベートソンは、母の側の親族を通して、ジェレミー・スタイグと重視定関係にあり、ウィリアム・スタイグや、レオロステンの名にあたる。年月日、 ニューハンプシャー州ダートマスの自宅で死去した。数ヶ月前に転倒による脳座症を受けていた。81歳没。ありがとうございます。